クヒダ、覚えきれぬ島々の名や夏霞、笑み水印。
日だ。日の影は青海原を照らしつつ光る孔雀の尾道の沖十返舎一句。 盤石座すべく待つ夜べし憔悴隠るところ開口現る。六年重ねて来たる千光寺三死垂明四故にあり盤が半ば暗くして繁栄斜めなり相集う。惨敗未だ 傾けさらず神戸を巡らして年頃に諸少年に職騎手せよ先生かつて良いしところと来山陽。
クヒだ。大屋根は皆寺にして風香る。岩やさざ波。どうした？な、何か食べるものを。腹が減っているのか。何か持ってきてやるか。わかった。何か持ってきてやるよ。できればとんかつ弁当。何なんだこいつは。だが放ってもおけねえ。仕方ねえ。とんかつ弁当を渡してやるか。誰かとんかつ弁当。腹が減ってるようだ。仕方ねえがとんかつ弁当を買ってきてやろう。クヒだ。覚えきれぬ島々の名や夏霞。笑み水印。クヒだ。のどかさや
小屋正岡式。鍵がかかった。クヒダ、墓からも花桶からもヒバリかな。小林一茶。誰かに見られている。気のせいか。なんだ、問答無用か。今のは何だったんだ。いや、どうやら化かされたの。あんた見たんじゃろ、刀を手にした亡霊を。ああ、正確には見ただけじゃないがな。わしはここの墓守りをしとるじじいじゃ。嫌に空気がざわめいとったもんで来たんじゃが、原因はあんたがここにおったからか。あんたもここの亡霊を見たことがあんのか。
あんたよそもんじゃろ。ん？地元のもんじゃったらこの墓場には近づかん。ガキどもの肝試しもここでやるんだけは避けよる。まあよそもんはよそもんで、こがなとこまでめったに来るもんはおらんが。そうか、知らなかったんだ。ええんじゃ、別に咎めとるんとちゃうけ。ここに出る亡霊たちは昔瀬戸内海を荒らした海賊じゃったっちゅう話でのう。海の男は気が荒いけ、亡霊になっても喧嘩相手に飢えとるらしい。あんたが嫌でなけりゃまた来て遊んでやったれや。なんだと？海賊の亡霊か。この町にも喧嘩の種がなくならねえな。しばらく寝てろ。クヒダ、つわものに酒振る舞わん菊の花、夏目漱石。
ち見よんなら。おい逃げんな、待ちやがれ。お前じゃ逃げても無駄じゃ。キリン兄貴、何か分かりましたか？おい、みんな聞いてくれ。この町にある区碑を全て回ってきたんだが、偶然にも暗号のアルファベットと作者の頭文字が一致した。証拠に区碑を全て写真に収めてある。田頭、見てくれ。へい。確かに完全に一致してますわ。もしかしたら例の暗号の開示表は区碑に刻まれたしかもしれん。桐生の兄貴、これは大発見じゃ。ということは例の暗号が全て解けるっちゅうことじゃな。ええ、早速照合してみますわ。 J7 は十辺写一句の7番目の文字、海。 B7 は芭蕉の7番目の文字、軍。残りも全部当てはめると海軍水兵山名道大の墓。海軍水兵山名道大の墓、それって仙六の墓地にあるでかい墓のことか？そうじゃ、あの古い墓のことじゃ。なら話は早い。キリン兄貴、早速墓地へ行ってみましょうや。わかった。これじゃ、海軍水兵山名道大と書かれた。この墓に秘密が隠されている。キリン兄貴、墓を開けますんで手伝ってください。ちょっと中を覗いてみるだけじゃ、バチなんて当たりませんって。それじゃ行きますよ。何かあったか？ん？奥に何かある。キリン兄貴、こんなもんが出てきよったで。
これは昔の岩見造船所の見取り図ですかね。確か戦前まではここで船を作っとったらしいです。ただ老朽化で今は敷地も完全に封鎖されとるはずです。牢の暗号が示す場所はここだ。ここに尾道の秘密ってやつが隠されている。桐生の兄貴、半巡儀を追った時の飯野の船がまだ使えるはずじゃ。あれに乗れば造船所に入り込めますけ。頭、船まで行くにも本家の連中がうろついてるはずじゃ。おいじゃけど暴れていいんじゃな。当然じゃ、もう遠慮はいらん。兄貴、フェリー乗り場へ行きましょう。またあの感覚、海賊の亡霊か。何？他にも？またこんなとこに寝かせやがってやっぱりあんたじゃったか。墓守のじいさんか。あんた名前は？桐生だ。桐生一馬。桐生さんか。どうもあんた亡霊たちに気に入られたと見えるの。なんであんたにそんなことがわかる？わしは長いことここで墓守りしとるけようわかるんじゃ。あんたにはわからんじゃろうが、この墓場には今陽気な空気が流れとる。陽気な空気？今まではずっとうつうつとしとったんじゃが、亡霊たちはあんたのことを歓迎しとるらしい。多分亡霊たちの喧嘩っ早い位置がたぎっとるんじゃ。よくわからねえな。あんたじゃったら数百年来の亡霊たちを成仏させられるかもな。準備できとるで。早う乗ってくれ。おいじゃ兄貴、もう兄貴は準備できとるんで。ああ、行こう。へい。兄貴、岩見の造船所を言うたらうち広い敷地やけ、さっき解いた暗号の指す場所が間違っとったらもうお手上げじゃ。他に手がかりはねえんだ。とにかく行ってみなければ始まらねえ。暗号の場所が造船所の中にあるのは確かです。岩見の造船所はわしも何度か入ったことありますけ、どの辺かは大体見当つきます。
わしが造船所の中ナビしますわ。ああ、頼む。それはええとして、どがなもんが暴かれるんだよ。結局、尾道の秘密いうのは何なんじゃ。さあな、牢も秘密の内容は知らなかった。